ばんばこんばんは。こんばんは、配信です。本日は一宮のケーブルテレビの ICC チャンネルさんに生中継で出演しておりました。 YouTube はアーカイブあるのかな。同時で YouTube でも生リアルタイムで放送してたんだけど、すごい、今のギフトは全部凍ってるの？暑くなかった？暑かった。今日ね、最近お仕事外ですることも割と多かったりしたから、体勢はついてたかも、暑さに。あ、 YouTube アーカイブ残ってるよ。お、じゃあみんな見れるじゃん、見れるじゃん、見てね。ちょっと前髪が長いんだよね、切らなきゃ。長いです。今から見ます。ありがとうございます、高瀬先生。今日一宮でお仕事、ずっとね、七夕祭りはよくプライベートで行ってたから、お仕事で行けるなんて。しかもね、8期生の衣装ででした。あらただ。意外とね、私の出演時間はね、意外と短めなので、まだ見てない方はね、意外とさらっと見れちゃうか。人がね、本当にいっぱいで、アイドル衣装、8期の衣装を着て練り歩いてたから、その七夕祭りをね、すごい、アイドルだってね、いっぱい言われて嬉しかった嬉しかった。手振っただから。あと私は虫と戦ってました、ずっと本当に私虫さんが苦手でして、しかもなんか夏によく、夏なのかな、冬でもいるのかな、夏特有だ、神社の中継だったんですよ。私は何組か3組ぐらい分かれてて、私は神社班だったので、神社が一番虫が多いっていうね、じゃないですか、商店街とかより。だからもう不安で仕方なかったんですけど、いっぱいいましたね。ずっとね、風をね切ってた、こう虫が寄ってこないように。
あ、そう、増見田神社。いや、ほんとね、ずっと戦ってた。虫と。隅田神社って広いの？めっちゃ広い。すごい大きくてね。すごかった。屋台もいっぱい並んでて。虫には勝てましたが、勝ちました私ね、割と、なんだろう、虫が苦手だからか、その虫レーダーがすごくて、その飛んでる虫が近くに来そうとかいるとすぐ気づくんですよ。もうすぐってなっちゃう もうこう来た瞬間にもすぐね、気づいちゃうんですよね。でも虫除けスプレーもつけた。なんか提灯祭りのところが一番虫がすごくて、多分池があったからかな。ほんとすごくて、あそこがもう私の今日のピークだった。ほんと何のピークって話なんですけど、私の今日のピークはあそこだった。もうずっと戦ってた。もうね、スタッフさんにも呆れられちゃうんじゃないかってぐらい結構本気で戦ってて、もう中継してる頃にはバテてました。虫と戦いすぎて本日のハイライトかな、私の。なんかその中継先、提灯祭りの中継先は、その一人一人カメラがソロで寄って、かほちゃんの方にソロでカメラが寄ってる時に、中継中は虫あんまいなくて、おーやったーって思ってたんですけど、こうソロで抜かれて、私抜かれ終わって、その後かほちゃんにカメラが行った時にいたんですよ、虫が。ちっちゃめのやつが。で、あ、かほちゃんが危ないと思って、私はカメラに映ってないので、そのめっちゃカメラの真横、もうかほちゃんの真横で全力で虫を仰いで、こうかほちゃんに近寄らないようにするっていう動きを突然してしまって、かほちゃんめっちゃ笑うのをこらえてた急にさ、コメントカメラに向かってかほちゃんしてるのに真横で戦い始めちゃう。中継終わった後にめっちゃ笑ってた私が守った。あ、そうだ、オンラインのさ、ありがとね、コメントも。おら言えなかった。オンラインの33枚目シングルのオンライン特典会全部完売、ありがとうございます。なんかその先着販売が最近始まったんですけど、あの、私見方が分かんなくて、多分アカウント作んないとその完売状況とかも見れないんですけど、分かんなくて、あのインスタのストーリーで告知をしたんですよ。先着始まりましたみたいな言ったら全部完売してたっぽくて申し訳ない
ありがとうございます、ありがとうございます。びっくりだった、まさか完売してないよなと思って告知したら、ほんと嬉しい、ありがとうございます。なんか最近の近況、近況させてほしい、近況トーク。あ、配信中にチェキ取るの？チェキ、チェキ会って。あ、そうなの？え、すごい。近況トークしたい。あの、え、野村のショールーム見てる人は知ってるのかな、あの野村との近況トークなんですけど、なんか野村が食トレをしてるらしくて、食トレ、なんか食が細いんですよあの人。まあ見てわかると思うんですけど、野村細いので、で食トレをするみたいな話をして、なんかいっぱい食べるみたいな羨ましい話ですよね。いっぱい食べる、食べようみたいな食トレを始めたらしくて、で私は基本その野村さんちゃんと食べてまだ食べれるよとか応援するんですよ。もうあの食トレ始める前の時も、まあ、常に応援してたんですけど、野村が最近その息をよと食トレをするって言うから、そう食べないと夏バテするし、夏だからね。だから私は野村がその無理して食トレするんじゃなくて、楽しく食トレを食トレって何楽しく食事をね野村にさせてあげようと思って、そのお仕事が一緒だったりしたから、その一緒にご飯に最近ほんと連続で行ったんですよ。一口食べて終わりって言ってた、ね、そうそういうこともあるんです。野村さんとっても良くないとそう偏食だしね野村さんは。そうだから私はずっと行きたかった、行きたいお店とかを結構その保存しとくタイプなんですよ。だから行きたかったお店とかランチとかに野村と一緒に行って、で食べれるよ、もう何口もいける。あ、待って、二人とも同じ話してるいや今日配信で話したいって言ったんだけど、野村とそう食べれるよって言って応援したり、まあ私が美味しいご飯を紹介したから、すごい美味しい美味しいって言って、いつもよりも全然食べたりしてるんですよ野村が。あ、よかった、気に入ってもらえたと思って、で、まあ、連日その美味しいご飯を食べてたんですよ。で今日気づいたんですよね、食トレ、野村さん食トレを私付き合ってあげてて、あれ野村す、なんか野村さん食トレ手伝ってるけど、なんか私もいっぱい食べてないみたいないっぱい食べてないみたいな。で今日、まあ、よくいつも行くお店に行ったんですよね。でいつもはうどんだけなんですけど、卵かけご飯もつけてみようと思って、お腹減ったなって言ってつけて、いつもは割とうどん一杯でもうすごいお腹いっぱいってなるんですけど、なんか今日はなんか卵かけご飯食べたいなと思って、一緒にうどんと卵かけご飯で注文したんですけど、気づいたら卵かけご飯も普通になんか食べ終わってて、あれなんか私が食トレ成功しちゃってるみたいな。別に決して私はなんか食が細いとかなんか痩せすぎてるとかなんかあれ私が食トレしちゃってるみたいな私太っちゃうみたいなってことに今日気づいて笑ってましたね前
あれみたいな。いや割と私もそんな、私はいっぱい食べても太りやすくはないからまあいっかなーっていう気持ちでもいるんですけど、いや分かんないですよ、気抜いたらこの調子でどんどん太っていっちゃうかもしんない。いや今日びっくりしたんだよね、だ食べ終わってて、あれそういえば私ってこのお店のうどん一杯でお腹いっぱいになるよなって。困ったもんですね。けど野村さんすごいいっぱい食べれるようになってた、ここ数日。先生です、先生。野村のご飯先生だから。ね、ルーちゃんも配信始めたね。通知来た。私ね、同期のあの配信のショールームの通知を取ってるんですよ。引かれるみんなに、なんで取ってんのって。今日ね、なんか連絡とか取ってて、急につかなくなったら。あれってなるじゃないですか。そういうことがないように撮ってるんですよ、通知を。だ見たいのもあるけど、私はもうご飯食べることが大好きなので、なんか最近その Google マップにその行ってみたいみたいなピンを立てれることに気づいて、皆さん知ってますか？それに気づいちゃって、なんかよくインスタとかで見つけて保存しとくとかあるんですよ。いやそれに気づいちゃってから、そのいっぱいもうピンを立てて、ですごいなんか楽しくなった。なんかインスタで見つけて Google マップで検索してピンを立てとくんですよ。そしたら後日めっちゃ役に立つ。すごい。そうめっちゃいいよ、みんなおすすめ。だからよく行く場所とか、まあ、みんなだったらなんか栄とか、そうだから検索しなくてもこの地図でグイーンってやったらそこに行きたいお店がポン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 って出てきて、あこっちにもあるこっちにもあるみたいな。なんかお仕事で東京行ったり、この前大阪行ったりとか、ピン立てといてはどこ行こっかなみたいな。なんか私の行動力がまた広がりそう。食欲旺盛すぎるな、ちょっと。あ、そうだ、あのね8期生のライブの一般販売が受付中です。今私のショールームを視聴している皆さん、8期生のライブはまあ平日木曜日なんですけど、2週間後かな、2週間切ってますね。皆さんご予定は空いてますでしょうか？空いてるか、まあお仕事とかまあ予定があるよって方もいると思うんですけど、空いてる方いますでしょうか？お待ちしてます。一宮です。
やマジほんと楽しみ、ライブも楽しみだし、なんかいろいろね、他にもね楽しそうなことを私はいっぱい聞きまして、内緒です、内緒です。いや楽しみだな。8月8日でございます。開演はね18時とかだったかな、どうだろう。楽しみ。ね、グッズも楽しみだね。あと4分切った。あとね、今日みんな寝ますか今からま寝る方もまいていいんですけど、ま起きれる方いましたら、あの今日2時かな、今日今から2時間後、あと2時間後ぐらいにあのアイコニックモーメンツあります。2時からアイコに皆さん寝ますか。まあ、けどアーカイブラジコもあるのでそちらでも大丈夫です全然あの眠い方は寝ましょう。私も眠いですで聞いてくれたら嬉しいです。ユニット名もね発表したので、ミミフィーユ楽しみにしててくださいね。もうミミフィーユのことも喋りたいけどもそんな時間がないよね。ミミフィーユはあのフランス語で可愛い女の子っていう意味です。で音でミルフィーユとかけてます。で英語表記するってなると可愛い女の子の方のミミフィーユになりますね。ミルフィーユに聞こえるからねめっちゃ可愛いんだよね。やばい、あの13位からの方読めるかな、絶対読めない、どうしよう。13位 Z さんありがとうございます。12位 S さんありがとうございます。11位 UA さんありがとうございます。10位富士さんありがとうございます。9位アバレブラックさんありがとうございます。8位アミ大好き銀竹さんありがとうございます。7位スーさんありがとうございます。6位さくらさんありがとうございます。5位篠野ゆうきさんありがとうございます。4位わっさんありがとうございます。3位もげたさんありがとうございます。2位かずひろさんありがとうございます。1位しんさんありがとうございます。駆け足ごめんなさい、駆け足でごめんなさい、ありがとうございました。またゆっくり配信できたらします。ありがとうございました。おやすみなさい。キラキラかわいい、よかった、意外と時間あった。バイバイ。あ、明日は手をつなぎながら公演です。久しぶりの、しかも昼公演、1時開演なのでぜひ見てください。でつな。ありがとうございました。